こんにちは、みです。第1回ワンセット妖怪ウォッチワールドコラボガチャ対決ということで、はい、1月の2回目のワンセット対決ですよね。正月ぶりですかね。はい、明けましておめでとうございます。もうしたんじゃない。した、はい、今日からということでやっていきましょう。お願いします。ワンセット対決というのは、はい、85個の中でお互いガチャを引きまして、はい、得点の高い方が勝ちっていうゲームですね。勝ちっち。で、得点がこちら。でね、今回は星6、星5しかないんですけど、はい、まあ、新キャラが4体かな、うん、いますと。で、星6の、なんて読むんですか。呪いの花子さんですね。で、新キャラで確定があるのかな。はい。で、1.5%、1人だけ 1.5% なので 1.5% 闇ロボよ、ほぼ。確かに、10点。はい。で、他の新キャラ、うん、ブチニャンと、ブチニャンね、ジャオーカイラ。ジャオーカイラ、僕のやってた妖怪ウォッチにジャオーカイラ出てきてないんだよな。あ、新キャラなんだ。だいぶ新しいキャラだと思いますよ。知らんけど、知らんけど。他の星6、今までいたやつが5点。うん、結構いっぱいいる。で、星5がですね、一体新キャラがアンドロイド山田さんが、はい、3点。なんだっけな、経験値アップ的なキャラだった気がする。倒すと、アンドロイド山田。そうなんだ。確か。妖怪ウォッチ全然わかんないんですけど。ポケモンより知ってるわ。で、その他の星5が1点になります。はい。で、ジョーカー。今回のジョーカー。はい。うん、あー、嫌だからね。嫌なんだ。不眠。あ、そっちで？不眠の妖怪で。あ、そういうことなんだ。こいつに取り憑かれると全然寝れなくなる。不眠。不眠でいうともう一体いるよね。新しくね。コマさんの進化がパートナーというかが不眠ちゃんだね。不眠、ね、不眠で実装されたということで。どっちも貴族生。貴族生といえばナッチさん。これはもう3人コラボですよ。ナッチさん勝手に入れるようとするじゃん。で、不眠がジョーカーなんですけど、はい、引いたらマイナス3点ということで。はい。では先攻後攻じゃんけん。最初はブンブンじゃんけんぽい。やったー、後攻。後攻はいけ。だってちなみに正月は私が負けましたので、はい、大負けです。先攻ウォッチッチします。はい。妖怪ウォッチってどんな話なの。どんな話。いや、ある日山を訪れたケイタ君は、そんな昔話みたいな、大きな木の下に何か謎のガチャを見つけるんだ。そのガチャ回したら、ドロロロロロンってウィスパーが出る。本当に？あ、山田くんだ。おお、山田。強いのけ？強いのけ？でも僕はその、いわゆる1話からより、映画にもなったね。あ、山田がいなくなって。映画にもなった、ケイゾウの話が好きなんだよね。ケイゾウ？ケイタくんのおじいちゃんなんだけど。そこにあれよ、冬にゃんが出てくる。ああ。ほい。映画のキャラクターなの。そうだね。ていうかダイヤ。うん、なんか気づいたわ。出てないけど。え、これ妖怪ウォッチトーク番組でしょ。違うわ。あ、違う。妖怪ウォッチの思い出を話す番組ではね。あ、そうなんだ。キヨさんの実況面白いよ、妖怪ウォッチ。あ、そうなんだ。キウォッチって名前だ。ダイヤは？ダイヤ1個やも出したらもう勝ちな気がする。ダイヤ率低いんだ。いや、そんなことないよ。これは悪い、今。悪い。120円のガチャも買ったんですよ、これ、はい、買うついでに。ぬらりひょん出た。ぬらりひょんは、アド。大丈夫そう。ダメそう。あ、山田。あ、山田。お、山田。ほっちっちっ。やばいやばいやばい。あれ、私の正月ガチャの時みたいになってるよ。これ多分高校で急に大丈夫ガラッとテーブル変わるやつ。ダイヤ連発。あー、怖い怖いよ。無理。悪くないんだけどね、武器あるし。よし、花子さん。あー、ラスト武士にゃ。妖怪、はい、妖怪ワッチッチ。
ガイアがね、シュラコマ欲しいな。いないよ、あれ、あれ怖い怖い怖い、コマじゃん。でも海に出ないんかよ。出るね、もう二度と。すごい、塩巻くぞ、塩。よし、ワッチッチワッチッワッチッワッチッチ。あ、いやでもだいぶ良くなったよね、ふみちゃん。ふなさん&ふみちゃん使ってあげて、ふみちゃん。これ顔コラージュしてよ、後で。ポニーテール時代あったから、もうこれは私です。はい、そうですか。なにそれ。ひどい。いやでもいいよね、パートナーいるって。どういうこと。え、話のつながりがわからん。パートナーいるっていいよね。相棒よくない、相棒いるやん。よし、おお、新キャラじゃん、カイラ。カイラ、こうカイラがね、またサレキティにとって変わるんじゃないかみたいな、まさかのね、サレキティね。うん、でも、もういらんでしょ。キティでいいよ。死んだっつ。いや、キティでいいって。そんなさ、もうさ、回れるの一個ありゃいいんだよ。はい、よし。いや、でも取り戻したんじゃない、マサのカイラでも。まあ、カイラ出てるからね。あと2回、はい、にオッチね、はい。いやでもマイナスいっぱい出たら負けるよ。し、そうなんだよ。おお、こまこましてんな。最後の方に確率が収束してきた。これあれじゃん、もう後半のガチャで大事。序盤多分金いっぱい出したんだよ。フーミンやめろよ。オッケー。しげしげの得点35点。おお、これ勝ったね。あ、そうなの。うん、なんで知らんけど。高校行きます。高校は行け。はい、高校行け。だってば、大学まで。あー、まあ、1回目はそんなもんでしょうか。青、青いのかわいい。ふうにゃんじゃん。ダイヤを出すんだ。こっから連続で。あれ、無理。人面犬ね。犬なの？アニメの人面犬のシリーズ僕はあんまり好きじゃなかったです。好きじゃないんだ。うん、なんかこうつまんない。つまんない。あーら、優秀流行。これは5点ですね。5点系。まあダイヤいいよ。ダイヤいいよ。よっ。はい。フーミン、フーミン、フーミン、フーミン。3点系。はい、山田電機。小島、山田電機。ああ、危ねえ。はい、ダイヤ。あ、ダイヤ率低いわ、このガチャ。そうなんですよ。今気づいたわ。ダイヤ率低いんだわ。妖怪、妖怪、妖怪。おーい、山田。まあ、宝石がね、妖怪していきますね。かけるって意味のね。困っちゃうな、それは。見どころがないから今動画に。ほんとよ。困っちゃう。びっくりするぐらい神引きしてよ。ダイヤが出ね。あ、初めて出たよ、このおじさん。おじ、このおっさんとか言うなよ。おじさんって言ったの。あ、嘘。まずい、ダイヤが出ないぞ、このガチャ。これ勝ったな。マイナス出してないから。はい、いや、これ勝ったな。いや、まだ全然勝ってるよ。いや、だって後半にもう来る可能性が。後半に続く。ちびまる子ちゃん、これだったな。フーミン一発でも引いたら、うわー、ジャム戻ったとか言ったけど嘘だわ。あーね、新年ね、今年はいけるって思ってた時もありました。あー、ダメだ、ダメだと思った次の瞬間、アルラツが出た瞬間にもう私のガチャ運は全て終わったんだ。まあ出てるだけいいんじゃない。まあ、ね、一番大事なキャラ引けた、引いてるから。うん、まあでもそれで言うと花子さんとかいても面白いかもね。私の端末じゃないし。いや、なんか自分で引くとき引くんすか。待って引くんすか、自分の端末で。どうしよう、ちょっと余ってるんですよ、魔法石。だって花子さん釘ドロップですよ、念願の2体目の。
出していこう。今出さないまず最悪的な。おーいい、これはひどいよ。無理。ここからダイヤですね。あと4回っすね。4回連続ダイヤ。4回ウォッチ。はい。おーいマイナスになっちゃう。マイナスになっちゃうよ。なんでそんなふなっしーみたいなリアクションなの。花子を3回出すとか。あと2回。このラちゃんやめよう。引くの自分の端末で。あ、花子。あーカルイだ。これ花子さん引いても勝てない。勝てない。ないじゃん。全然勝てない。全然勝てないって。これ最後です。びっくりするぐらい勝てない。ちなみに勝てないって。あーダイヤ。おお7。7いいじゃん。ふみちゃんの得点23点。今年はもらった。ということで欲しいのいないんだよな。めちゃめちゃボロクソ言うじゃん、妖怪ウォッチのこと。いや違う、交換所が充実してるからさ。でそうです。だそうです。でそうです。何が出るんだよ。じゃあ一応2はもう負けですかね。まあ王手はかかったんじゃないですか。しかももう、ね、中旬に差し掛かろうとしてるところ。まあ問題は2月の10周年ですから、まあ1月は負けてあげてもいいかなって。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。ポッチッチ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 止めてもらう。